これまで大西市長と一定の距離を取ってきた第二会派の熊本自民は、先月の定例会で市役所本庁舎の建て替えに関する予算案について採決直前に会派として賛成する方針を取りましたが、採決では12人のうち4人の議員が反対しました。このうち2人はすでに会派を脱退し、新たな会派を結成しています。こうした中、熊本自民は昨日付で会派を解散し、予算案に反対した志垣議員と藤山議員を除く8人で同じ名称の会派を新たに結成しました。熊本自民の沢田団長は、賛否が割れている状況は会派として体をなさないと理由を述べました。一方、藤山議員は概算事業費も不確定で市側の説明も不十分なため予算案に賛成できなかったとし、今後は志垣議員と新たな会派の結成も検討するとしています。